ということで、今回、まあ、プレイしてまいりますのはデジモンリアライズという、スマートフォン用アプリになりますね。バンダイさんから出ていますけれども、前々からねちょっとプレイをしておりまして、まあ、簡単に内容を説明すると、突然スマートフォンの中に現れたこの一番中央にいる愚問の隣にいるハリネズミみたいなエリスモ、いやプリスモ、プリスモっていうのが突然スマートフォンに現れて、でなんかまあ穏やかなね日々を共に過ごしている間に突然ねスパイラルっていう敵に襲われるようになるんですね。でそこから身を守ってくれた、エリスモンが現実世界に飛び出してきてみたいな感じの内容になってます。でまあ出てくるね登場人物それぞれなんか男の子女の子それぞれいますけれども、私はね、特にキャラクター化はされておりません。なんかねデジモンね前々からね結構ね好きで、なんか前にあったデジモンリンクスっていうのもしばらくやってたんですけど、まあ、今回ねこっちの方のアプリが出るっていうことでちょっとお引っ越しをねいたしました。ただ私ね、さっき出てきた、この、プロットモンっていう、デジモンがね、進化するテイルモンっていう猫みたいな、やつがね、めちゃくちゃ好きなんですけど、残念ながらまだ、この、デジモンリアライズには登場していないという感じでございます。まあ私ね、好きでやってますけど、特になんか攻撃力、体力とか、そういうのにはこだわってやってません。なんか強いのが欲しいっていう感じで、なんか戦っては育てて、戦っては育ててみたいな感じでやっている感じですね。でね、今回やりたいのが、今までやったことないんですけど、今ね、右上に見えますデジルビーっていう、なんか宝石みたいなやつが真ん中にあるんですけど、これがね、1200溜まったんですよ。まあ、ここまで言ったらね、大体の人はね、何をしたいかっていうのはわかるかと思いますけど、ガチャをね、引きたいんです。ガチャ動画をね、ちょっと人生で一度は出してみたいなと思ったんですよ。まあ、そのガチャに行く前に、まあ、まずは私のデジモンをちょっとね、皆様に見ていただきましょう。まあ、今のところね、テイルモンっていうのはいないんですけど、ブラックテイルモンっていう、まあ、同じ形の黒色のテイルモンが進化する、レディーデビモンというのを、使っておりました。いろんなデジモンがいるんですよ。あとは、こいつ、ワイズモンっていうね、デジモンと、レディーデビモン、ボルトモン、でそれぞれね、ここもプロフィールの方をタップすると、なんかどんなデジモンから進化したのかっていうのが見られるようになってます。はい、次。グラウンドラモン。多分ね、もう私、多分アニメとかではね、あんまり見たことない気がするんですよね、こいつ。レイブモン。という感じの今、チームでやってますけど、最近ね、イベントをやっていて、ウォーグレーモンを、に進化させるためのなんか素材が手に入るっていうイベントをやっておりまして、まあそれで無事に集め終わった結果、ウォーグレーモンをゲットすることがなんとかできました。この、なんか、デジモンの縁が金色になっているのが今のところ、まあ最上級デジモンになるのかな。ただこの銀色までしか育てられない、完全体、完全体だよね。そう、完全体までしか、育てられないデジモンもいます。金色の究極体に育てられるのはまだ数少ない感じになっておりますね。はい、という感じです。で、今回のこのデジモンリアライズっていうのは、パートナーデジモンを1体選ぶことができまして、まあ、最近まではずっとね、レディーデビモンだったんですけど、この上のデジコネっていうのを押すと、デジモンペンデュラムとか、なんかそういうデジバイスみたいな感覚の、デジモンを見ることができます。
まあこんなところでしょうか。基本ね、私はアプリ課金はしないので、無課金でやっております。で、今回ね、超進化フェスっていうので、サクヤモンが登場してるんですよ。サクヤモンはね、ちょっとアニメでもおなじみな感じのデジモンにはなっておりますけど、レナモンがね、デジモンテイマーズだったかな？はい、デジモンテイマーズですね。ルキっていう女の子の、まあ、パートナーとして一緒に戦っておりました。まあ、テイマーズの方は、まあ、進化っていうよりはなんか合体みたいな感じだったような気がするので、まあ、ちょっと違うかもしれないんですけど、今回はこいつがね、ついに究極まで進化できる、この3匹が出るようになったということなので、ガチャで当てていきたいなと思っております。まあ、割合としては、こんな感じです。こんな感じです。ただちなみに私、まだそんなにね、ガチャ回してる経験も、まああるっちゃあるんですけど、そんなにないっちゃないので、どっちだよって感じなんですけど、ワーガルルモンとかね、メタルガルルモンになるやつとか、意外とまだ、究極体になるデジモンあまり持っていないので、どれが当たっても嬉しいっちゃ嬉しいんですけど、やっていきたいと思います。ではまず200早速使っていきましょう。最初から当たったらいいな。最初から当たったらいいな。では画面をタップします。日頃の行い、日頃の行い、お、いいんじゃない。これがオレンジ色なのが一応ね、いいのが出るはずなんですけど、ただオレンジ色がね、何パーかの確率で、虹色になるとね、究極体が出るかと思うんですけど、激レアさんが出てくるんですけど、まあ、ランクアップしてくれるかどうかは、ちょっと謎ですね。うわぁ、緊張するなぁ。ランクアップしてくんないかなぁ、あれ。まあ、ここまではあんまり、振るってないですね。もう、あ、でもこれもニューなんだ、一応。なんかね、一体のデジモンにつき、いろんな進化の系譜があるので、それでニューになったりしますね。あー、ランクアップしない。なるほど、デビモンか。こいつは完全体にまでしかならないという感じですね。はー、なるほど。じゃあラスト頼む、覚醒してくれ、覚醒してくれ。来ませんでした。あー、まあ世の中そううまくはいかないということですよ。この間おみくじで大吉引いたんだけどな。ということで、じゃあもう一回200個使用しましょう。いやー、気持ちいいね。どんどん使ってこう。もうこの時を待ってましたから、いけ。頼む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 、虹色。オレンジにも一個しかならないじゃないか。なんて使えないんだ。私の日頃の行いは一体どこへ。頼む虹色、来たー。違った。サクヤモンは先ほどご紹介しましたけど、私がすでにもうゲットしております。まあ、じゃあパパパッといきますか。エレキも持ってますね。はい、アグモン、はい、ファルコモン、はい、お、あ、ゴブリモンか。ホーガモンじゃないや。ゴブリモン、アルマジモン、ユキヤグモン、ベタモン。そう、うわ、マジ悔しいな、ドラコモン。まあ、ドラコモンも、いいっちゃいいですけど。ドラコモンな、ドラコモンの、一応この最終進化のウィングドラモンっていうのもね、かなりみんなからは強いっていう風に言われてはいますね。くそー。まあ、ただ、一回育ててるデジモンも無駄にはならなくて、なんかスキルアップとかの、素材にはなるんで、まあ、なくはないですね。オレンジ1個かー。
力不足感が半端ねえ。厳しい。こんなにもこのガチャが厳しいことになるとは。なんかパパパッと意外とこの辺ぐらいで当たるんじゃないかなと思ってたのに。集中、集中しよう。頼む頼む。やばい、オレンジが一個も出ない、オレンジが一個も出ない。スキップ。うわ、最低ですね。本当に最低ですね。そう、悲しい。もうあと2回しかチャンスがない。頼む、もうここで来てくれ。はい、ありがとうございます。ああいうね、あのミッションみたいなのがあるわけですよ。多分ガチャの回数とかかな。1個もない。頼む、ラストチャンスなんだこれが。びっくりするわー、びっくりするわー。うわー、なんか虹色の玉も一回も出てないね。いやー、惨敗、マジで惨敗。ボルトももう今もう持ってるんで、こいつも素材行きですね。もう一回やりたーいけど、まあ残念ながら今回は当たらなかったということで。誰のせい誰のせいなの。まあこんな感じでね、私はのんびりあのデジモンライフを送っておりますので、もしねなんかお得情報とかありましたらぜひ教えてください。ああ、やってらんねえや。